グローバルボーイズグループ INI INI が14日 NHK 音楽番組メニュー101総合毎週土曜23時に出演。佐野雄大が好きなブランドへの愛を語った。池崎理人、藤巻京介の得意料理明かす INI のメンバーの新たな一面を暴露するトークとなったこの日。池崎理人、サキは正式には、辰サキが藤巻京介に関して、家で料理をするらしいんですけれども、彼の作る料理が古風というか、居酒屋にありそうというか、おじさんが好きそうなものを作ってるんですよね、と話を切り出し、藤巻の得意料理を暴露した。藤巻は、そんなに料理する方じゃないんですけれども、と謙遜しながらも、簡単に作れるものは何かなってなった時に砂肝とか、スタコの唐揚げとか、漬物とか、けんちん汁を作るようになったんですよ、と語り、そのレパートリーに INI メンバーからも驚きの声が上がった。佐野雄大、衝撃エピソード告白。また、佐野が、韓国の洋服のブランドで、マーティン・キムっていうブランドがあるんですけど、僕そこの服がめちゃくちゃ好きで、と語り、好きすぎて1回のお買い物で30万円使ったことがあります、と衝撃のエピソードを告白。韓国でのライブを重ねる中で好きになったのだと明かし、頭からつま先まで全部そのブランドの服で仕事行ったこともありますね、と同ブランドへの愛を語った。